こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画では皆さんからリクエストをいただいておりました1万円コーデというものにチャレンジをしてみたいと思います。結構ですね、テレビの番組なんかで1万円以内でどれだけコーディネートを組めるのかみたいなものってやってるじゃないですか。ああいったものを大山さんもチャンネルでやってもらいたいっていうリクエスト結構あるんですね。まあこういった企画は今まで僕も一度もやったことがなかったので、今回の動画でぜひチャレンジをしてみたいなと思っています。僕はですね、このチャンネルで主にユニクロですとか GU ですとかグローバルワーク、あとはセレクトショップのオリジナルなんかを使いながら様々なコーディネートをご提案してるかなと思うんですが、なるべくですね、全体の予算感を抑えながらコーディネートをするというのは僕自身もとても好きなので、皆さんに参考になるようなコーディネートがいくつかご案内できればなと思っています。まあ、具体的な紹介に入る前に一つだけ皆さんに謝っておきたいことがあります。1万円以内で全身をコーディネートすることはできなくはないんですが、靴ですとかアクセサリーに関しては今回は含まないという形で行いたいと思いますので、その点だけですね、ご勘弁いただければなと思っています。まあ、スニーカーですとかサンダルも探せばですね、安いものを見つけることもできるんですが、まあ、ここを入れて1万円っていうのはさすがにハードルが高すぎるので、今回はこのようなアイテムは省きながら主にですね、お洋服全体を1万円以内で収めるという形で皆さんにお届けしたいなと思っています。まあ、僕の YouTube チャンネルの特徴なんですけども、ファッションで100点を目指そうというものではなくて、あくまで70点から80点ぐらいのまあまあおしゃれに見えるでしょうみたいなコーディネートをですね、今回も目指したいなと思ってるんですね。なるべくですね、見ていただいている皆さんにこのコーディネートだったら自分でも真似できそうだなというようなリアリティある提案をしたいなと思いますので、ぜひお楽しみいただければなと思っています。まあ、あらかじめ一つテーマをですね、挙げるとしたら、大人の男の春夏手抜きファッションっていうタイトルがですね、ふさわしいかなと思っています。休日用の着こなしってせいぜい 3,4 パターンぐらいあれば結構十分かなと思いますので、今日ご案内するコーディネートをですね、ぜひ参考にしながら皆さんも春夏の装いを楽しんでいただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、実際に着替えてみました。どうでしょうか。まあ、簡単にコーディネートを解説したいなと思うんですが、まず上はですね、 GU の半袖のシャツアウターを着ています。色はベージュになりますね。そして内側にはですね、白の丸首 T シャツ、こちらはユニクロの UT を合わせています。そしてボトムスはユニクロのイージーアンクルパンツを合わせています。でちょっと足元は見えないんですが、スニーカーに関しては白レザーになっています。まあ、上半身で明るさを出してボトムスで引き締めるというような配色になっているんですが、このような着こなしは大人の男性であれば誰でも比較的合わせやすいのかなと思っています。この着こなしの最大のポイントはやっぱりこちらの GU のシャツアウターですね。今期の GU の中で僕が一番気に入ってるアイテムになります。サイズはこちらで S になるんですが、かなりゆとりのあるサイズ感になっていて今っぽい作りになっているのかなと思います。色はですね、ベージュなんですが少しグレーがかっていて品のある仕上がりになっているかなと思っています。上半身で明るさを出してボトムスで引き締める、この配色というのは比較的春夏には使いやすいかなと思いますので、ぜひ皆さんにトライをしていただきたいなと思っています。あともう一点ですね、このパンツがすごく使いやすいんですよね。今回買ったのがユニクロのイージーアンクルパンツというものなんですが、ちょっとスラックスのようなきれいめな見た目なんですけども、丈は最初から短めになっていまして、ボトムスと靴の間に空間ができるようになってるんですね。こういう抜け感を作りやすいので非常に便利なアイテムなのかなと思っています。ストレッチも効いてますし肌触りもいいので、このイージーアンクルパンツに関しては皆さんぜひ1本持っておくと便利かなと思っています。半袖シャツのコーディネートではあるんですが、一応襟がついているのでカジュアルすぎない大人っぽいバランスになっているかなと思いますので、ぜひ皆さんもお試しいただければなと思っています。まあ、ちなみに価格なんですが、このシャツに関しては2,000円、めちゃくちゃ安いですよね。内側に着ている UT は1,000円ですね。でボトムスが3,000円になります。もう余裕で1万円以内に収まるコーディネートなので、ぜひ皆さんもお試しいただければなと思っています。はい、続いて2つ目のコーディネートを解説したいと思います。今回はですね、オリーブ色の T シャツに先ほどのユニクロのですね、イージーアンクルパンツを合わせています。靴は同じくですね、ちょっと軽快な感じを出したかったので白レザースニーカーを合わせています。このコーディネートもですね、めちゃくちゃ簡単だと思うんですよね。アイテムを買って着るだけで完成するので、ぜひ皆さんにもお試しいただきたいなと思っています。まあ、このような T シャツ1枚のスタイルというのは結構大人の男性にはですね、カジュアルになりすぎたり退屈になりすぎてしまう可能性があるんですね。ですので大切になってくるのは T シャツの色とサイズ感なのかなと思っています。まあ、T シャツのオーソドックスな色といえば白ですとかブラックですとかネイビー、このあたりが王道だと思うんですね。まあ、
確かにこういった色もいいかなと思うんですが、少し変化を取り入れたい場合は、今僕が着ているようなですね、オリーブ、カーキみたいな色を使ってあげると、少しですね、人との違いというのが出しやすいのかなと思っています。まあ、退屈になりすぎないというところで今回はこの色を選んでいます。こちらの T シャツはこの撮影のために昨日 GU で購入してきたんですが、こちらで S サイズになるんですね。最初からビッグシルエットになっていて、袖も長いですし、サイズ感がゆったりなんですね。 T シャツ1枚で着るときにはサイズをあえて少しゆったりめにすることで、大人の男性には似合いやすいかなと思いますし、今っぽい雰囲気は出しやすいかなと思っています。まあ、タイトなシルエットの T シャツも悪くないですし、僕自身も好きなんですが、どうしても体型を拾ってしまうので、少しゆとりがあった方がですね、大人の男性には体型を隠すこともできますし、なおかつ今っぽさも出すことができるので、ぜひ皆さんにお勧めしたいアイテムかなと思っています。 T シャツはカジュアルですけど、ボトムスがですねスラックスっぽい雰囲気で、しかもブラックなので少しきれいめな雰囲気が漂いますよね。まあ、全身がカジュアル一辺倒にならないように調整するとですね、僕たち30代40代の男性には非常に使いやすいかなと思っています。どうしてもですね、半袖の T シャツになるとシンプルになりすぎてしまうので、ちょっとした小物も生かしてあげるといいかなと思っています。僕はいつも通りですね、時計とバングルをつけて手元にアクセントをつけるのと、あとこの T シャツなんですが、胸元にポケットがついてるんですね。僕はここにですねサングラスを入れるようにしています。このサングラスがですねちょっとしたアクセントにもなるので、僕は積極的にサングラスを使うようにしています。はい、ということで2つ目のコーディネートはオリーブの T シャツをメインとした着こなしでした。価格は1500円、そしてパンツが3000円、サングラスが400円という形で、こちらも無事1万円以内で収まっています。はい、続いて3つ目のコーディネートをご紹介したいと思います。上にはですねユニクロのヒッコリースタンドカラーシャツ、長袖のものを腕まくりをしながら合わせています。ボトムスは同じくユニクロのイージーショートパンツですね。こちらも最近買ったんですが、すごく肌触りが良くて軽くてですね、めちゃくちゃ履きやすいパンツになっています。夏場はめちゃくちゃ暑いので、僕はショートパンツを履くことが多いんですが、やっぱりショートパンツにもデメリットがあって、どうしても子供っぽく見えがちなんですね。その子供っぽさというのを中和してくれるのが上半身のシャツというアイテムなんですね。まあ、今期買ったこちらのヒッコリースタンドカラーシャツはインディゴブルーのシャツとボトムスのネイビーでグラデーションを作ってあげるとですね、非常にまとまりがいいのかなと思っています。まあ、シャツに関しては今回 S サイズを選んだんですが、正直ですねワンサイズ上の M サイズの方が今っぽいサイズ感だったかなとちょっと後悔をしています。まあ、シャツなんかもですねビッグシルエットの傾向で、少しゆったりめに着るのが今はいいかなと思いますので、ぜひ皆さんは通常のサイズと1個上のサイズをですね比べながら選んでいただきたいなと思っています。そして靴に関してはちょっと見えていないですが、ネイビー系のですねレザースニーカーを合わせています。このような着こなしもですね、僕ら30代40代の男性には結構真似しやすいかなと思いますので、ぜひトライをしていただきたいなと思っています。こちらのコーディネートも腕元が見えるので、時計ですとかバングルのような小物、あとは先ほどもご紹介したサングラスですね、こういったものをかけてもらうことで結構着こなしのアクセントになるかなと思っています。まあ、T シャツ1枚のスタイルだとちょっとカジュアルすぎるかなと感じる方はですね、このように長袖のシャツを腕まくりをするという着こなしも結構役に立つのかなと思いますので、ぜひトライをしていただきたいなと思っています。ちなみに価格なんですが、シャツが2000円、パンツが1500円ですね。めちゃくちゃ安いですよね。そしてサングラスが400円です。まあ、春夏の着こなしにおいては GU ですとかユニクロを使えば余裕で1万円以内に収まるかなと思っています。その代わりですね、時計ですとかバングルですとか靴のような小物にはですね少し投資をしてあげると、このようなファストファッションブランドの服がですね少し高見えするかなと思いますので、価格の配分というところを少し意識してみると良いかなと思っています。はい、そして最後4点目のコーディネートをご紹介したいと思います。上に着てるのはですねユニクロ U の今季のですねキューバシャツになります。そして内側に着てるのが先ほどもご紹介しました UT のですねプリント T シャツになります。まあ、ボトムスに関しても先ほどご紹介しましたユニクロのイージーショートパンツを合わせています。半袖短パンの着こなしでカジュアルなんですけども、一応襟がついているのと、全身を濃い色でまとめることで少し大人っぽさというところを最低限抑えた着こなしになっています。全身が濃い色なんですけども、首元から白 T シャツが覗くことで少し明るさですとか清涼感を感じさせるのがいいかなと思っています。もう今年はですね、一番最初にご紹介したシャツアウターですとか、まあ、このようなですねキューバシャツだとかオープンカラーシャツのような半袖系のシャツがですね結構多く出てるんですね。こういったものを着こなしの中に取り入れてあげると、ちょっと今っぽい雰囲気が出せるかなと思っています。まあ、サイズ感の選び方もすごく大切で、オーソドックスなサイズ感を選ぶのも悪くないですが、少しゆったりめのサイズを選ぶことで
ことで今っぽさを出してあげるとバランスが取りやすいかなと思っています。こちらも先ほどの着こなしと同様に胸元にちょっとサングラスを差してあげたりアクセサリーを取り入れながら着こなしにアクセントを加えてあげると良いかなと思っています。こちらの価格なんですがキューバシャツが結構高くて4000円前後するんですね。で T シャツは1000円、ボトムスが1500円ということでこちらも余裕で1万円以内でコーディネートできてるかなと思っています。ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。はい、ということで今回の動画では1万円以内で全身をコーディネートしてみようという企画をお届けしました。やる前まではですね本当に収まるのかなと不安に思うこともあったんですがいざやってみるとですね金額ギリギリということはなくて割と余裕を持ちながら1万円以内でコーディネートできたかなと思っています。特に春夏においては着用点数が少ないのと重衣量というものがないので割と1万円以内でもコーディネートしやすいかなと思っています。ぜひ皆さんもですね今回の動画を参考にしながらユニクロですとか GU を使った着こなしをお楽しみいただきたいなと思っています。今回の動画が好評だったらですね第2弾第3弾もやってみたいなと思っています。やっぱり難しいのはですね秋冬なのかなと思っています。コートですとかアウターを入れながら1万円以内で収めるというのはなかなか難しいと思うんですがそういったものもこの動画が好評だったらぜひやってみたいなと思いますのでぜひ皆さんコメントの方も残していただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。